はい、どうも、さんつまです。今更感満載だとは思うんですけど、まあ皆さんもね、この動画をご視聴いただいている皆さんもやったことはある方多いかと思うんですけれども、プレイグインクというこのゲーム、やっていきます。でですね、まあ、うだうだ言ってもしょうがないんでやっていきましょう。まあゲームの内容はというと、世界を感染させて人類を死滅させろというようなゲームなんですけれどもね、まあまあまあやっていきましょう。こうシナリオとかもあるんですけれども、まあまあ今回はメインゲームやっていきます。で、ですね。まあちょろっとやったんですけれども、すべてのアンロックを再び削除して、また真っさらな状態にしました。サルインフルエンザ。これドームズプラネットバイオ、サルの惑星とのコラボレーションとか、影の伝染病。これは別に何のコラボレーションでもないんでしょうけど、なんかイボルブのやつで。アップデートできたんでしょうね、きっとね。まあでも今回はバクテリア、一般的なバクテリアでやっていきますと。そして、まあ遺伝子コードもこれ、いろいろあるんですけれども、これクリアするごとに解除されていくんですけれどもね。まあ今回は何もない状態なので、このまま皿の状態で始めますと。で、まあゲームの難易度は、このままノーマルでいきましょう。それでは、伝染病に名前をつける。どうしましょう。ここは、やっぱ最近ね、僕も苦しんでるんでね、肛門、裂傷にしましょう。もう病気じゃねえじゃねえか外傷じゃねえかって。あるかと思うんですけども、まあまあまあ、かかった人は肛門が裂傷してしまうということですね。硬いうんこをすることになってしまうと。さあ、ということで、プレイグインクへようこそ。新しいバクテリアは勝利のために進化させ、怪獣に広めなければならないと。究極の伝染病では人類を絶滅に追い込めと。やっていきましょう。で、開始位置を選択しますと。まあ、どっから好きなところができるんですけどね。日本はね、これ、国の情報これ見れないのか。まだ見れないのか。日本は金持ってたりとかするんでね、この都市、富裕国だったり、都会的な国だったりするんで、薬品の発達が早かったりとかするんですよね。なんで、ここはやはり、インド人もびっくり。インド人の肛門を、炸裂させていきましょう。インド人は、インドはのどかな国で、多湿地域で、熱帯地域ですよと。まあ、早速始めていきましょう。さあ、肛門裂傷がインドで発生と。肛門裂傷が初めて人間に感染したもうこの動画見ていただいてる人もな、肛門裂傷を体験した方は いると思いますけども、初めて、ウイルスによる、バクテリアによる肛門裂傷が発生したという。ちょ、スピード早めましょうか。これ、結構サクサクいくんですよね。30分をやれば余裕で終わるんですよ。これがまたいいですよね。さあ、で、オレンジ DNA バブルを外して DNA ポイント獲得せよと。DNA ポイントというのはですね、この左下にある、これなんですけどね、この4、今は4ポイント持ってるんですけど、このオレンジ色のダブルを破裂させると、まあ、ポイントがもらえますよと。で、このポイントを使用して、こう、家畜1、例えば家畜が感染しやすくなるとか、こう、咳とかそういうような、進化を、まあ、咳とかですね、そういうような症状を出すことができるの。まあ、理想的にはですね、潜伏期間は長くして、一度表に出てくると、もう即死というのがまあ理想ですよね。なんで、ここはですね、まだ準備段階なので、まだ、とりあえず換気体制ですね。まあ、換気体制、高温体制等を取って、できる限り見つからないように、潜伏するということになります。少しずつゆっくりゆっくり進化させていって、ゆっくりゆっくり感染させていって、肛門裂傷が広がり始めました。14人順調に増えてますね。肛門が炸裂する人間が、ただまだ炸裂させちゃダメなんですよ。まだ綺麗な肛門なんですよ。本日のラスアスギズゲレーの家、これもね、なんかいろいろと影響があるみたいなんですけどもね、まあ、まだまだインド人の肛門は極めて安全な状態です。まだ発症してません。肛門が裂傷した時が死ぬ時っていうのがまあ理想ですからね。少しずつ少しずつ感染を広げていきましょう。意外とね、この画面周りはものすごいさっぱりしてるんですよね。ただこれだけです。本当に。これただこれだけです。さあ、肛門裂傷が数百人に感染しました。さあ、インド人の肛門が少しずつ危機に近づきますね。
インドがこうやってやると、まあいつも通り通常運行してますよ、と。いうで、まあこういう情報があったりとかですね。医学研究の研究ランキング。この辺もキュアが、少しずつこの病気やべえぞとなってくるとですね、この辺の研究が進んでですね、病気の根絶に人類が立ち上がるわけですね。それに対してどう立ち向かうかということになりますね。とりあえず、肛門裂傷の少しずつ少しずつ、こう、力をつけていきましょう。蓄えていきましょう。まずは DNA ポイントをね、少しずつ少しずつ貯めて、肛門裂傷を粘り強いバクテリアにしていくということになりますね。で、こうやって、まあ、左上にニュースが流れてるんですけれども、まあ、この辺は特に、さあ、肛門裂傷数千人感染しました。豚肉の経口摂取で豚インフルエンザ発症せず。この辺は、結構スワインフルーも話題になりましたからね、豚インフルエンザ。僕も、スワインフルーが広がった時に、オーストラリア広がった時に、職場で一人出て、僕もしばらく自宅待機させられました。まあ、給料もらえたんですけど、その間。それだけは良かったです。さあさあ、そうこうしているうちにですね、DNA ポイントが少し伝わってますよ。次取りたいのは、まあ、高温耐性2と換気耐性2ですね。まあ、欲を言うと遺伝子強化も取りたいですけど、で、そこまで取ったら、この辺の空気感染と水感染ですね。を取っていって他の国にどんどん広げていくという、まあ、今現在はまあ国内インド国内の肛門を狙うということですね。まあ、ちょっとスピード速めていきましょうか。さあ、肛門裂傷が中国に飛びしましたね。中国人の肛門が割れ始めました。さあ、時々こういう風に突然変異して進化するんですね。これは農法でよろしいんでしょうか。水ぶくれですよね、農法って。結核以上の感染力、肛門裂傷は世界で結核よりも多くの人間に発生したとの感染力が高い病気であると。はい。で、この症状はですね、まあ今これが出てしまったんですけれども、こういうのでですね、危険度が少しずつ画面下の危険度やら致死性やらが増していくとですね、多くの国がこの病気はやべえぞというので、少しずつ少しずつ薬の対策を始めるんですね。だからできる限りここは進化させずに、まずは伝染とこの能力をですね、上げていきたいという感じになりますね。まあまあ、このどんどん進めていきましょう。まあ、まずは中国人とインド人も、びっくり、おっと、飛びしましたね。さあ、肛門裂傷が、なんと、フランスに飛び火しました。そして隣国、パキスタン。領土問題で揉めてますね。オーストラリアにも飛び火しましたね。さあ、こっからは早いですよ。空路、回路を伝って、バンバンに広がっていきますね。まだ広める段階には来てないんですけど、まだ力を蓄える段階です。まあ、とりあえず高温耐性を取りましょう。そしたら次は換気耐性2を取って、そこまで来たら、空気感染で乗ってどん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 広げていくということになります。アメリカも来そうですね。アメリカも来ました。肛門が炸裂し始めました。さあ、ワールドメニューには有益な情報があるということで、ワールドメニューちょっと見てみましょうか。で、肛門裂傷をまだ気づかれていないんですよ。まだ肛門は炸裂させてない、炸裂されてないんです。まだ綺麗なつるっとした肛門なんですけれども、ここからですね、やばいぞということにしていくと、世界が俺の肛門もやばいというふうに気づき始めるわけですね。さっき、これで今、気づかれましたね。危険度の低い新種の病気が拡大していると、インドネシアが通常の診察中に肛門裂傷と名付ける新しい病気を発見したと。こうなってくると、他の国が報告して、そうすると、この右下のゲージですね。これがワクチンとかそういうやつなんですけれども、これが溜まっていっちゃうんですよ。そうすると、ワクチンができちゃって、肛門裂傷が死滅するということになるんですね。なんで、まあ、この開発が早いか、それともこれで殺すのが早いかと、全人類を死滅するのが早いかということになります。ということで、そうこうしているうちにニューギニアにも広がりました。さあ、この換気体制を取りましょう。そして遺伝子強化します。今後の研究を遅らせます。次、そしたらですね、この空気感染水感染狙いましょう。
中央アフリカで大洪水が発生しましたよと。この辺のね、実は影響がよくわかんないんですけども、この辺で多分水が関係してくるのかな、水関係のやつが必要になってくるのかしら。まあ、中央アフリカでの洪水の影響で4700人近くが亡くなってしまいましたよということですね。さあ、日本に感染しましたね。日本人、肛門大丈夫ですか？さあ、まだまだいきますよ。さあ、そして水1、まず取りましょう。これでよってですね、この船による感染が始まります。赤い船が動き出すんですけどね。この赤い飛行機は病原菌を持った船が飛んでるということですね。さあ、世界中にばらまき始めましたね。さあ、ちょっとまあスピード早めてどんどん行きましょう。このゲームサク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 行くゲームなんでね。さあ、インドネシアにも広がりました。まだまだでも広がりが遅いです。ちょっと弱いですね。で、空気感染行きましょうか。空気感染1、これによってさらに広がりを見せることでしょう。さあ、ということで今中東広がり感染者が出ましたね。そしてボツワナ、ジンバブエ、アフリカ大陸にも出てきました。さあ、どんどん来ますよ。もうインドはインド真っ赤ですからね。もうさあ、こっからさらに次は空気にじゃなくて水にを取りたいですね。水には17ポイントもうすぐ取れるでしょう。さあ、アフリカ大陸が大ピンチ。そしてニュージーランドも感染、ロシア感染しましたね。ここはアフガン感染しました。そしてアイスランド、このゲームグリーンランドとカナダがなかなか粘っこいっていう、しぶといっていう風に言うんですよね。まあ、空気感染に水感染にここで取ります。これによってさらに速度を速めていきましょう。さあ、どんどん来ましたよ。エジプトがボロッボロになってますね。コウモリ氏を世界で風よりも多くの人間に感染した、究極に感染力の高い病気である。恐ろしいですね。さあ、これによってまだ吐き気の症状が変異しましたね。吐き気を催すことになりましたよと。さあ、エジプトがキュア開発に取り掛かりました。これでキュアの開発が始まった。おっと、えらいことになりました、世界中で。さあ、ものすごい広がりを見せました今ね。さあ、どんどん来てますよ。ノルウェー、スウェーデン、そしてフィンランド行きますか。ただまだグリーンランドに上陸しないんですよね。ここにいつ上陸するかっていうのがこのゲームの肝だと思うんですよ。さあ、ロシアがちょっと遅いですね。まあでも順調に広がってはいますね。問題はグリーンランドです。さあ、そしてワクチン開発が始まりましたね。今現在 1%、 これが 100% になってなる前にやらないとゲームオーバーということになってきます。ということで DNA ポイントがものすごい溜まっているんで、もう少しやりましょう。咳とくしゃみによるウイルスの散布を狙いましょう。そして遺伝子強化して研究速度を遅らせましょう。遺伝子強化と遺伝子改造によって。さあ、こっから先はあとはもうここ全人類に感染するの。来ましたね、グリーンランド感染しました。さあ、こっからは早いですよ。さあ、もう間もなく全人類が感染すると。肛門裂傷が警戒リストに加えられました。間もなくですね、全人類感染まで間もなくですので、いよいよ致死性を増やしていきましょう。ということで症状、まずは発熱、そして皮膚障害からの壊死、恐ろしいですね。肛門が割れて壊死する、もう恐ろしいですよね。そして出血性ショック、もう痔とかそういう騒ぎじゃない、パックリ割れた先からブバッと。さあ、オーストラリア空港閉鎖しましたが、時すでに遅し。さあ、こっから、ドイツで最初の死者が出ましたね。肛門裂傷による。ただの噴火、恐ろしい何かの始まりか。これは確実に恐ろしい何かの始まりです。さあ、ということで、死亡者数が、うなぎ登りに登ってますね。そしてイギリスが、
イギリスがこのキュアの率先してやり始めましたね。そしてブルーキュアバブル、このマークをぶっ壊してキュアを遅れさせるということになりますね。さあキュア開発に抵抗する2種類の方があると。攻撃の種類、これは潜伏させるか、それとも薬物耐性に進化させるかと。さああとこれもボン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 破裂させていきましょう。薬物耐性に関してはこの辺のさっきやった遺伝子改造とかこの薬物耐性とかそういう辺ですね。さあ肛門裂傷、ノルウェー新たな感染者の増加にも早く死亡者数を増加させてる。これがちょっとまずいんですよね。感染しきらぬうちに死んじゃって結局人類が残っちゃうっていう嫌なことになっちゃうんで、まあ、ちょっとこの辺はよく見てみましょう。天然痘より多くの人間を死亡させたと。天然痘も大騒ぎ、まあ僕は全然知らん話ですけどもね、世界中で300万人以上ですからね、すごい話ですよね。さあキュア開発 25% 完了、いけるでしょうか。さあバンバン増えてます死亡が。メキシコは崩壊をし始め、メキシコの肛門が崩壊し始めました。そしてどんどん増えるこの死者、うなぎ登りですね。さらにいきましょう。症状、内出血いきましょうか。内出血、免疫促進からの次この全身臓器不全いきたいですね。全身臓器不全は36ポイントですね。ただこれだと多分残っちゃいますね。この感染しきってないですね、全人類に対して。カナダがまだ粘ってますね。カナダが広まりがちょっと遅いかな、どうだろう。あでも行ってますね、すごいスペースで行ってますね。カナダすごいすごい、あっという間にカナダ陥落しました。これで全身、そうですね、健康な人間は世界に残されていないと。全員が肛門に何かの異常を抱えている状態ですね。そしてとどめに全身臓器不全からの昏睡。そしてもういけるとこ全部いっちゃいましょう。さあそしていよいよ全人類、これはいけそうですね。全人類死滅。さあ肛門裂傷のゲノムを完全に配列したと。飛躍的に進歩するだろうと言ってますが、もはや時すでに遅しだと思うんですよ。さあもうドイツ、カナダ、メキシコは人体実験を許可、すごいこと書いてあるね。中央ヨーロッパ政府は陥落と。もう時すでに遅しですよ。もう今更何をドタバタしようが遅いです。日本人も、あでも日本人も粘ってますね。もうロシア人はそうこうしてるうちにものすごいペースで終わってしまいました。人類に抵抗むなしく肛門裂傷は世界を破滅させたと。もう全人類の肛門はズタズタです。さあ生き残った数少ない人々は人類の歴史の終焉をただ見守ることしかできないということで、さあ8万人5万人を切りました。1万人を間もなく切るでしょう。そして全人類が死滅しましたと。まあこういう感じのゲームなんですけれどもね、まあ、これをボン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 繰り返して、まあ、このクリアすることによってこう終了して、まあ次ウイルス伝染病、伝染病ウイルスが発見されと、まあ、これでアンロックされましたよと。今度ウイルスで遊べますと、まあ、こういう感じで少しずつ少しずついろいろ解除していくんですよね。でその他に公式シナリオでこのサンタのリトルヘルパーってよくわからんですけれども、例えばペストですとか、テレポーテーション、なんだこれ。ニパウイルス、人工臓器。まあ、このそれぞれいろんな、例えばペストですと、まあ、さっきとはいろいろ違うかったりとか、テレポーテーション、まあ、当然何か違うんでしょう。これまでやってないんですけどね、シナリオモードは実は。まあ、いろんな、そのも、ことごとによって何、いろんなものが全部違うんでね、まあ、結構リプレイ性の高い、面白いゲームですね。まあ、ちょっと変なまとめになりましたけれども、どうですか皆さん、やりません？やりませんっていうのは、まあみんなも持ってない人、未プレイの方はですね、ぜひやってみましょうよ。これ面白いですよ、すごいリプレイ性高いね。ちなみに今これセールで900円ぐらいで買いました。
もう没頭してます。昨日の夜買って、もう没頭してます。もうずーっと人類を、ただひたすら死滅させる暗い喜びを、一人楽しんでます。まあまあこう、ぐだぐだしてもしょうがないんで、今回は、これまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。